ウィーン証券取引所ウィーン証券取引所はオーストリアの首都ウィーンにある証券取引所 C 証券取引所グループの中心オーストリア国内だけでなく中東王における証券取引所において重要な役割を果たしている土日あるいは同証券取引所が事前に宣言した休日を除いて毎日営業しているワバグは世界の中でも歴史ある 証券取引所の一つで1771年に設立された。当時はハプスブルク帝国の時代でマリア・テレジアの治世下にあった。国際発行を通じた資金調達のために設立されたのが起源である。1873年5月9日におけるウィーン証券取引所の崩壊はオーストリア国内のみでなく世界経済に影響を与えたとされる。 不屈戦争の勝利による賠償金などで公共にあり、企業の設立が相次いでいた隣国ドイツでは、この金融危機が波及したことで、グランディックラック、ファウンダーズクラッシュと称される事態を生じさせ、多くの振興会社が倒産に追い込まれた。影響は、アメリカ合衆国にまで及び、同国の銀行家 J、クックの金融会社が9月には破綻するに至った。 こうした一連の経済混乱はザ・パニック・オブ1873と称され、これが1896年頃まで続く世界的な長期不況の始まりとも考えられている。ありがとうございます。